どうぞ、はい。マイク。あ、じゃあ自声でいきます。すごいよ。フランス戦の及川です、はい。立花投手と進藤広報部長に伺いたいんですけども、立花さんには、まあ、いわゆる週刊新潮がスクープした、政界の松潤こと松本純議員と公明党の遠山清彦さんが、まあ、この緊急事態宣言の中で、まあ、銀座で合流してたと、この件についてどう思うのかということと、進藤さんには都議選の補欠選挙で一緒に戦った斉藤理恵さんが、大田区から今度出るということで、何か大変思いがおありなようなんで、そのことについて伺えればと思います。1問目は2人に言ってみますか。1問目は僕だけ、はい、あ、分かりました。銀座の合意についてはちょっと事実関係を僕は把握しておりませんので、ちょっとまあ前提として、銀座に行かれたけどお酒は飲んでないっていう保証なんですよね、はい。だからそこの事実関係が何とも言えないで、あれですけども、まあもしお酒を飲みになってないのであれば謝罪するのはおかしいと。銀座のママさん、私も YouTube で出している通り、非常に迷惑というか、この緊急事態宣言によってお昼の3時から8時までの営業に変えたと、まあ、お客様からもまあなんとかということで支援をいただいているけども大変な状況だと、まあ、そういう状況で銀座に行ってですね、現場の声を聞くっていうことはすごく大事なことだと思うので、そこで謝罪をすることが何かこうついつまが合わなくなっていると。まあ、多分お酒を飲まないという発言をされたのが公明党の方で、次神奈川県の6区の方で立候補くら替えということなので、直ちにちょっと今神奈川県6区の方には、候補者立てる方向で今先ほど指示をしたところですので、必ず神奈川県の6区では、独自に候補者を、ちょっと言い分がおかしすぎるので、でもう一人の方はお酒を飲まれたと、まあ、お茶代わりにということなので、全然僕は良き、まあ、いい行動だとは思ってます、うん。というのはやはり感染対策をすればいいわけであって、それが悪いとは全然思っていないです、うん。ただ当然自民党の中でそれをやらないという話をしているわけですから、まあ、それをやらないと言ってるのにやってることは、まあ、ある意味拘束違反みたいなことをしているわけですけども、うん、まあ、一方でこれがあったから、まあ、昨日罰則ですね、うん、いわゆる懲役罰、懲役であったりとか、うん、いわゆる刑事罰については特措法には盛り込まないということで、いわゆる一致したと、まあ、自民党と、野党大党で一致したということで、まあ、怪我の巧妙というか、ひょうたんから駒というか、結果としてはさすがにちょっとね、懲役刑を課すっていうのは憲法を、行動の、まあ、移動の自由とか、やっぱりその営業の自由、財産権とか考えたときにですね、やっぱ憲法が非常に軽んじるような特措法については非常に悩んでおりましたので、まあ、一方で菅政権を助けたいという思いも、まあ、我々が助けるという立場かどうかわからないにしても、誰がやっても厳しいです、このハンドリングは。ですから、ある程度強い強制力を持って法律を作ることもある程度は理解はしてたんですけども、さすがにちょっとこの刑事罰を与えることについては、うん、こう気持ち悪いなと思ってたので、まあ、この銀座合流によってですね、それがなくなったということで言えば、松本潤さんですか、はい、よかったんじゃないですか、うん、よくやってくれたと、うん、結果としてですよ、うん。だから本人はもちろん反省されるということですよけども、なかなかそれはね、同じ自民党の内部にいてもそういうわけにいかないでしょうし、人間ってやっぱりね、自由な時間、ちょっとリラックスしたい時間とかもあってしかるべきでしょうし、当然松本さんも先生も取材の意味っていうか現地の調査っていう意味もあると思うので、当然そこだけじゃなくていわゆるいろんな情報の交換っていうのは必要だと思いますから、そういう意味では僕はけしからんというよりも、両端からここまで結果としていい方向になったなということと、公明党の先生に関しては、
全然謝ることがないのに謝ってらっしゃることが、うん、何かやっぱりイメージを大事にしてるんでしょうかね、うん、ちょっとなんか週刊誌の報道で言われるととりあえず謝っとけと、うん、だから反省はされてないと思います、うん、反省してなくてただ選挙に勝ちたいから謝るというイメージをつけてそれ多分国民殺してると思うんですよね、うん、だからそこは僕ちょっと日頃公明党さんの悪口言わないですけども、うん、お酒を飲んでないんだったらしっかりと実態調査に行ったので問題なしと、うん、堂々と発言してほしかった発表してほしかったです、うん、はい、じゃあ次新藤さん斉藤理恵さんの意見。思うところがあるというか単純に驚きました。斉藤理恵さんはその北区にずっと住まれていてなおかつ北区の区議選も立候補されていて実際に勤められていたということでその北区に対するその地元愛みたいなところをすごく語っていらっしゃったりだとかそういったところを強調した政策を訴えられていらっしゃったので、まあ、単純に選挙区の状態が変わったということに対しては、まあ、悪い意味ではなく単純にまず驚きました。ただ一方でその選挙区の調整ですとか、まあ、大田区は北区に比べて定数が多いので当選しやすいであろうとかいろんなその党の情勢ですとか、まあ、世間の情勢もそうですし党の戦略とかもろもろでそういった調整があるといったことは一方で認識しています。なので単純にその北区から大田区に変わったというところなぜですかと、まあ、聞かれたと及川さんが記者会見で聞かれたそうなんですがその際にその幹事長さんですかねの方から全く返答がなかったといったところが一番個人的にはモヤモヤするポイントです。単純にそのやはり斉藤さんが素晴らしい公認候補者であって、東京都のための力になれるということであれば北区でも大田区でも変わりないわけですからそこら辺をこう素直に言ってほしいなと思った次第です。また斉藤理恵さんは、まあ、前提、難聴、まあ、お耳が聞こえない方というところで誰一人取り残さないといった政策で多様性や、まあ、社会いわゆる社会的弱者の方に寄り添うような政策をずっとやられてきた方です。そういった方がこう当事者としていろんな政治の場に立つということはすごく大事なことだと私個人としてはすごく思うので多様性の担保といったところでは応援しています。ただ一方でその斉藤さんツイッターをちょっと拝見したんですが、まあ、最近こう立憲民主さんの、ね、リツイートとかをされていて何でしょうね、その生活保護に今コロナ禍で困窮している中で生活保護に陥らないようにするみたいな発言があったじゃないですか。必ずしも身体的いわゆる社会的弱者であるという立場が経済的弱者であるといったことにつながるわけではないと思うのですが、まあ、往々にしてそういった事例ということはあると思います。そんな中でその生活保護っていう、 もう 最低限度の生活を保障するという憲法で保障されている権利に対して陥らないなどという何でしょうねある意味その根本的な差別意識の表れだと私も強くそれを思うのですね。だからそういったところの発言をされているような党にいらっしゃってそういった方の発言をリツイートされているといったことに関しては本当にその多様性だったり社会的弱者というような本当にこのコロナ禍において、まあ、情報もそうですしいろんなところに取り残されている人たちに本当に寄り添っていただけるのかなというふうには、まあ、個人的には思いました。まあ、選挙区は変わっても東京都のためになりたいという気持ちが継続しているのは事実でしょうから、まあ、その点については応援してしたい気持ちではあります。ただその N 国もこの NHK 党も失礼いたしました、こう落下傘である選挙ですとか選挙区の調整いろんなところに立候補したりですとか事実私も北区から補欠選挙に出た後に院在市長選に出たりとかしていますがそれには一つ一つ理由があります。例えば院在市長選挙に関しては、立候補者の年齢制限が不当なのではないかといったところで若者を差別しないでほしいといった主張しているための選挙でそこを当選するための選挙ではなくていろんなその裏にある思いですとか背景ですとか戦略ですとかそういったところを素直に伝えているつもりです。なのでいろんなところの選挙に出てたとか NHK 党は落下さんばかりだみたいなことを言われますが他の党さんもいろいろやっていることだということがこれで皆さんもよく分かったとは思うので NHK 党だけを悪いような言い方するのはちょっとやめてほしいなとも思いました。そんな中思うところがあってちょっと及川さんのツイートにリプライさせていただいた次第です。ありがとうございます。
他あればどうぞ。はい、どうぞ。はい、羽田幸正、報道局の羽田幸正です。先日、新しい党の、改選者の件のがあったんですが、まあ、それと似た構図で、今の五十嵐区長候補と維新の会が推薦で入ってて、まあ告示日当日の、街頭演説を、取材させていただいてたんですが、五十嵐候補はもちろん自分の街宣車で来て、でその後ろに、一緒に、維新の党の街宣車がついてきて、同じところで泊まって、街頭演説を始めて、その街頭演説を維新の街頭演説の車の上で行って、五十嵐候補も乗ってという形でやってたんですが、そこについては違反行為はないのかどうかっていうところがどうなのかなと。ごめんなさい、僕ちょっとその五十嵐区長候補がどういう確認団体の申請を出しているのかまでが承知していないので、おそらく確認団体を出しているんじゃないかなとは思われます。であれば違法ではないですね。で一方でその選挙カーの、まあ、いわゆる選挙運動用 自動車っていうんですけどね、名前付きのものは。でその確認団体というのは、これは街頭政談演説カーっていうんですけども、正確に言うとで街頭政談演説カーでは選挙運動はできない。で候補者が例えばタスキをしながら私に1票入れてくださいとかっていうことをしていると違法になるでしょうね。ただ候補者が特段、まあ、タスキをつけずに何か公約について話をしたりするのは問題ない。もちろん候補者はタスキをつけた状態で、ちょっとね、上がってます。タスキをつけてることぐらいだといいのかもしれませんね。逆にどういうところが違法だとお考えですか。いや、まずその政治活動用で使えるっていうのがその確認団体だと思うんで、そこでは選挙運動はしちゃいけないっていうことだと思うんですけど、その街宣車の拡声器を使って、でなおかつそこの上に乗って五十嵐候補に一票入れてくださいということを音喜多さんとか石井光子さんとかも応援演説をしながら五十嵐候補もっていうことなんで、そこがどうなんだろうなと。だからその例えばそのスピーカーの音声の出口がその車じゃなくて選挙運動用の自動車から出てるんであれば問題ないでしょうし、維新の方の確認団体の方の方っていうか、まあその確認団体が一票お願いしますということを言ってるのかっていうと、ちょっとそこは懐疑的ですよね。さすがに私も日本維新の会や大阪維新の会の政治活動選挙運動をよく見てますけども、政治団体やる確認団体の車に乗るときには原則彼らはいつもタスキを外して、いわゆる集合してね、3人とかやってる、まあ、いずれにしてもそれは証拠の動画をお撮りになって戦艦なり警察に問い合わせた方が、今ここで証拠もなく議論しても仕方がないと思います。はい、分かりました。はい、あともう一つ、加用真乳候補が無所属で今回出ているっていうところは、どういった経緯でそうなってっていうことなんでしょうか。これはもう本当に党とは関係なくなので、この場でちょっと候補者のことを言うこと自体もあれなんですが、まあ言える、まあ、経緯だけ説明すると、千代田区で補欠選挙があるよっていうことを、まあ、一知人として僕は彼女に伝えたところ、立候補しないということを言っていたんですが、梅田候補のその立候補するというツイッターかなんかを本人が見つけて、ちょっとこの2人だと私は入れる人がいないので、私と同じ思いの人も大勢いるんじゃないかということで、
出たい、だったら手伝うよという感じで急に決まったような話ね。まあ、もちろんその彼女自体がそのうちの党から出たいっていうことはもうずっとないっていうことは認識しているので、でまあ本当にあの佳代候補自身が千代田区大好きで、会社もうちもずっと千代田区で、日曜日とかもずっと千代田区のあの閑静な街を歩くのが大好きで、ジョギングもずっと皇居を走ったりしてる人で、とにかく千代田区が大好きなんですよ。でだからこそなんか千代田区民の立場に立って選択肢の一つとして出るっていうことで出たいという希望があったので、まあ、それはあの、まあ、一知人として応援しますよということで選挙の会社を紹介してっていう順番になったので、それが全てですね、はい、もちろんうちの党の公認とかっていう話も最初からしてないですね。だからうちの党の関係者に何かしてくれとかも言ってないんですけど、ね、はい、分かりました、ありがとうございました、はい、なんか他にあればどうぞ、どうぞ、はい、総務省と揉めたので、いわゆる書類自体を受け取らないとか、受け取った上でダメな理由を書くとかだったんですけど、さすがにこれに関しては、揉めることはないと思うんですね。ですから総務省さんは常に事前に情報をくれということで、昨日お電話差し上げて、夕方お電話差し上げて、でもし水曜日までに決まらないようだったら決まってないっていう一報を水曜日にちょうくださいねと。ですから、おそらくこれで言えば、あの、まあ、一応やっぱりこう払わないことを教えるなんていうのが公序良俗に反するかどうかっていうようなところになると思うので、まあ、ただ、今までの経緯でいくと1週間もかかることはないと思いますので、来週の月曜日、火曜日あたりにはもう返事が来ると思います。そうなると、もう手続き簡単に慣れちゃってるので、そのまま提出でその日の夕方に発表みたいな。あの総務省はこれ提出されるともうすぐにあのホームページに反映してくれますので、早ければ来週火曜日とか水曜日になるかなと思っています。あのこれまでの経緯でいれば、ちょっとお願いなんです。もしあの来週のこの定例会議までにこのようなご説明が正式に変更をされるはお知らせをちょっといただきたい。はい、あのこちらの方から、あではいつもどうしてるのかな、まあメールは今のところしていないので、まあ、ツイッター等々で確認してくださいっていう方法を一番やっているんですけど、いつもこちらの方からプレスリリースはもともと啓太君がやってたのを403でやってるんじゃないの、はい、アトム変更のに関しては前回はやっていないので、必要であればご連絡、じゃあその形でご連絡させて、うん、まあ、少なくとも大事な情報なので、はい、ちょっとプレスリリースはあの担当は多分末永、そのメールアドレスが存在、はい、はい、そのとにかくあのうちとしてはあの浜田のところの第一秘書の末永の仕事だと思いますので、ちょっと徹底します。あのいずれにしても今日出しますということのお知らせはあのさせていただくように、あの忘れることはないようにしますので、はい、ですから、まあ、今の感じで言ったこれまでの感じで言ったらおそらく火曜日か水曜日ぐらいにはあの変更にができるとは思っています。他に何かございますでしょうか。では、はい、ありがとうございました。どうも会見を始めさせていただきます。